恐ろしい台ですよ。道具もあの持ってきたので。せい、あ、素晴らしい。あざす。おお、素晴らしい。さあ、ここから勝負ですね。そうですね。はい、セシールでじゃあ、ケツバットどうですか。死にますね。せい、オーケー。1個取りました。あざます。鉄の10回回っては、私が頑張って見せます。はい、それではですね、はい、今大体全体の流れが分かったところで、ちょっとここからあの僕のターンでしばらくそのこの台どうやって作ってるのかっていうちょっとマニアックなパートをやらせてもらいます。さすが元開発。なのであのあまり細かいこと興味ないよってさっきの感じで分かったよって人はこの後実践パートがあるので、その秒数の部分まで飛ばしてください。はい、じゃあ通常時まずへそですよね。へその3197の大当たりっていうのは、まあ、普通です。そのままです。で、75% で、100時短かな。で 25% で、150時短ですよね、はい、でここまでは、そのままですね。でじゃあ右に入った後にじゃあ時短ってじゃあ100と150って何なのよっていうと実はここでやってるんですよ。右中小化っていうのはここでやってます。で実はここ特殊1なんでへそなんですよ結局ここも。だから右の時短っていうのは普通大体の機種って特殊2でやるんですよね。電柱とかって言って右打ち中の振り分けみたいになるんですけど、ここはまだ振り分けはへそと同じです。なので、右で100 or 150っていう時短を消化してる間にじゃあどこで何やってるかっていうと特殊2がここに隠れてやがるんですよ。こいつ V って書いてあるところの赤いベロのやつっていうのが、特殊2です。で特殊2のあたりは1分の1で 100% のあたりなんですね。でじゃあ特殊1を回しながら何してるのかっていうと特殊1で100とか150で時間稼ぎしてる間にこいつを開ける抽選を取るんですよ。だからなんていうんですかね、一般人の人は分かるか分からないですけど普通図柄って言ってここの5のスルーを通すと裏でギュン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 普通抽選してるんですよね。だから絶対この最中止めちゃダメだよって言ってるのが特殊1がせっかく時間稼ぎしてるのに打たないと普通の抽選を受けてないからもうガンガン弾流してここで普通の抽選を受けて抽選、まあ普通で言うと電柱抽選ですね。電柱抽選で当たるとここがバカって開いて1個バーンって入るんですよ。で1個入れば当たり1個でまた そのからしばらくその特殊1が時間稼ぎしてる間に普通抽選をずっとやって当たればここが開いて1個だ。さっきトミーさんは結局普通の抽選で3回当たったんですよ。で3回当たって3個 V を獲得してたので当たりが特殊2の保留が3個までたまったので3個当たりがかくると。で最大4個なので、まあ、当然ですね保留4個までなんで、でなので V が4個は限界になっています。いかにこの特殊1で時間稼ぎをしている間に特殊2のこの電柱を開けて放り込むかっていうのがアイマスのゲーム性、まあ、ちょっとその中内部構造的な話ですけどね。でちなみにさっきは聞けなかったんですけど特殊1で時間稼ぎして3、4、9、引いちゃったらどうなるのかっていうと巻き戻ります最初に。なんでまあ超強いですよね巻き戻りって、ね、巻き戻りめちゃくちゃ強いです最初からため直せると。だから3個溜まってる状態とかで特殊1とか多分当たった瞬間に巻き戻ったら4個溜められるチャンスっていうのが、こいつの正体でございます。でじゃあなんで V 溜まってる状態で 72% 引き続けると消化しないのかっていうと多分それもさっきの映像を巻き戻してもらうと分かるんですけど 72% そのまた半分の10ラウンドは 22% かを引くと大当たり終わった後にもう一回ここ空き上がるんですよ。でまたもう一個入るんですよね。だから延々と特殊2の1個貯めるチャンスを得られるので 28% 引かない限りだから永遠に終わらない。で 28% の方を引いた時っていうのはこいつが開かないので今使ってる保留の分を消化してしまうっていう流れです。わかりますかね。もうトミーものすごい静かに聞いてた。いやわかるわかるってで後ろの方で三強の営業マンもものすごいそうシーンってしてたから。そうそうそう、うん、でまあ多分ここまで解説問題ないですよね。はい。でまあさっきトミーさんはチャンス告知でやってましたけど、まあもう一個の完全告知の方にすると特フズが当たった瞬間にバチコンくるんでそっちの方が気持ちよさはあるかもしれないですね。っていう感じでございます。はい。はい、理解できました。ありがとうございます。はい、はい、これが分かっているといかに右押しを止めない方がいいかっていうのがまあ分かるんですよね。トミーピンチやん。そうなんですよ。止めてまうから。そうなんです。僕止めるんですよね。だから知ったかぶりみたいなね、うん、俺は知ってるぜみたいなので止めちゃうと危ないことになる、はい、危ないことですね。はい、じゃあそれ踏まえた上でちょっと普通に打ってみましょうか。そうですね。はい、2人で、はい、普通に打つんですか。普通に打たないですか。
罰ゲーム、あの恒例の、僕らもうそろそろ今までずっとね静かにしてましたけど、はいはいはい、そうですね、そろそろ僕らも本領を発揮していかないといけないそうですね、はい、テッサに一矢報いれば、そうそう、普通にやるとかあんまないじゃないですか、今日ずっと主導権握られてるんでね、ですね少しぐらいは和訳茶にしてやろうというところがありますからね、ですね、はい、じゃあ何系ですか、まあ、セシールでじゃあケツバットはどうですか、知りましたいやこれね結構な質量あるんですよこれ多分ね持った人しか分かんないですよね、これ多分ケツあの笑っちゃいけないとかのレベルじゃないですよこれ、そうですね、うん、じゃあケツバットはちょっと危ないので、これでじゃあ10回回ってみたいな感じしますか、いいですいいです、やりましょうか、はい、それでじゃあここに表示される数字勝負、数字勝負ですね、はい、ケツさん罰ゲームなんかやってました、動画とかでやったの見たことない、やったことは、ね、ああ一回なんかあのクエン酸みたいななんか飲むとかっていう地味なやつやったことありますね、でもレアってことですね、じゃあ罰ゲームもし、あこれは皆さん全然やったことないです、はいはいはい、じゃあちょっとじゃあやりましょうか、はい、はいはい、よろしくお願いします、立ちます、はい、頑張りましょう、あ僕こういう子、こういう子、こういう子です、あーなるほどね、これ見た目ですか、見た目で、まあ、やっぱちょっとセクシー系の方が好きなので、百瀬さんで、みんな可愛いな、それぐらいとんでもないブス混じってても面白いですよね確かに時間ないのにけど動画とかなんかいろんなもんよう見てはりますよね、いやもう移動中とかもひたすらやっぱりその今ね世間で流行ってるものとかは取り入れなきゃいけないんで、結構もうお勉強感覚で見てますね、いやだからそれを本当にそうやなと思うのが、やっぱ僕も、はい、僕ですらよくそのお仕事とか関係なく、はい、絡んでいただいてて、はい、私のツイートを例えば見てますよ、リツイートしたりとかさしていただいて、はい、なんでテツさんはトミーのツイートをリツイートするの、なんか僕兵庫かなんかのお仕事をした時になんかフォローしたんですよね、そう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 、あ営業ですか、いやそれから始まったわ、確かにあのフォローしていただいた仕事の時にしていただいたんですけど、一リツイート一来店みたいな案件やもん。リツイート案件。そう1リツイート1案件すげえ効率よくないですか。めっちゃ美味しいですよね。1リツイート1案件。なかなか最近大阪に来る機会がないんで、大阪好きなんですけど、だからさっきやっぱ大阪面白いなと思ったのが、喫茶店に行ったんですよ。はい、喫茶店に。ひまわり。ひまわり。ひまわり。そこはそこおばあちゃんいるじゃないですか。はい、いますいます。で僕は普通にコーヒー飲んでたら、はい、後ろでサラリーマンの人が多分出張の人なんですかね。はい、すみません1万円札しかないんですけどって人がいて、ただおばあちゃんがああそっか、そしたらじゃあちょうどってことでもらっておきますって言って、そのサラリーマンの人、すみませんちょうどは勘弁してほしいんですけどって言って。それは出張ですね。そう、そうですね。てかおばあちゃんこの返しできるってすげえな、これ素人の返しじゃないなと思って大阪は素人いないんで、そうですね、あそうなんですね、大体がもうなんでやねんみたいなね赤フラさあ来ましたね、まあ喫茶ひまわりなんでぜひね、喫茶ひまわりぜひ、はい、求まってきた際はそのマスターおばちゃんのマスターがいるんですけど、その方の油絵、まあ、ヌードまである展示されてますから、ぜひそれ気づかなかったっす、ね、いや僕キーホルダーになりましたよ、 SSR 出ました今、おいこれはもう安牌ですね、もう当たり確定ですね、えこんな簡単にいいですか、これいやでもこれ早掛けではないですから、あそうか早掛けじゃないですね、あやっぱ僕この子好きです、あーそうですか、うん、ちょっとセクシー系なんですよね、さっきめっちゃ気に入ったっすよ、うんテツさんとか動画奥さん見ないんですか、7点、え奥さんですか、動画見てないです、全く見てないです、はい、あれだから、ね、お不祥事なんですけど絶唱かな、ゲンさん、ゲンさん、あゲンさんちゃう、間違えたゲンさんじゃない、いよ怒られるまた僕今気遣って絶唱かなって言ってあうまいそう絶唱かなって言ったら横でゲンさんって言うからそれカットです僕らの動画これカットならないんですならないですやりたい放題なの、ちなみに私も赤保留に、おお素晴らしい、判定します39、えありがとう、えゴリゴリ7点です、しかも7点ですもんね、多分7点だから、もしかしたら多分時短150と取れてるかもしれないですね、おおなるほど、キラキラしてる、その辺もあるんでしょうか、
私ももう金保留まで昇格してます。私も7点に変わりました。あ、まですか。おお、ほとんど一緒に当たっちゃうかな。最後ここでチャンスアップが、あ、ない。お、せい。あ、素晴らしい。まだ気持ちいい。これ多分150なんじゃないかな。どうなんでしょう、図柄は関係ないのか。どうなんですか ね。150の場合は多分出ると思うんで、そのこの後に。あ、そうか。でも先出ししないんですもんね。先出ししないと思います。その最初は100回転という表記しておいて、残りプラス50みたいな感じになると思いますね。やった。まずはとりあえず鉄さん当てる。はい、当てました。あ、UO、 UO 何やったっけな、 UO、 うん、 UO ええ加減やな。ボキャ品じゃないですか、それ。ウルトラオレンジ。おー、素晴らしい。さあ、ここから勝負ですね。そうですね、はい、頑張りましょう。まあ、お互いに7あたりということで、はい。ちなみにそのメイクしてると引き終わりますよ。はい、そのメイクしてると本当に引き終わる。あー、危ない、おい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 。あ、ワンゲームの鉄が玉巻いてる。あの、いや、僕ね、スイタとかで一回クラッシュしてるんで、はい、ちょっとね、玉箱置きにくいんです。なるほど、なるほど。あれ結構現場では頂点パッタンですけど動画では結構受けました。スイタ店じゃ天の声のね、担当なんで、ね、担当なんで、はい、そうです、そうですよね、はい、あの時に、いや、でもあの時すごい店員さんも来てくれるの早かったですし、はいはい、最後の お客さんも一緒に拾ってくれていや大阪あったけえなっつって。あ、なるほど。え、関東は拾ってくれないんでしょうかね。一回やってみてください。拾ってくれ、拾ってくれ、拾ってくれ。あらららら、なんでなんやろ。店員さんが何だか頑張ってくれるぐらいですけど。さあ、僕はそんなことよりもためないといけないんで。あ、やべ、俺完全ここですね、忘れた。あ、じゃあ私がしましょうか。あ、そうですね、はい、はいはいはい。私がじゃあ告知、入賞時告知、はい、一発告知にしました。なんか女性の時は女性の時でトミーなんか距離感あるけど、はい、やっぱなんか哲さんに対してもちょっと今日緊張してる。やっぱ、まあ、リスペクトっていうものもあるですよね。はい、近い、すごいやっぱなんてネット上では近い関係性のようで、はい、なんですけど、やっぱり実際会うと、まあ、ちょっとで会うと変わりますよね。全然違いますね、はい、僕はやっぱ一人見知りなんで、やっぱり言うても、はい、同じです、同じです。実際やっぱホールでお会いとかするとやっぱちょっとついもう何も言えなくなる、はい、ありがとうございましたで終わるっていう。僕は逆にガツガツ行く方ですからね、はい、本当にね、天の声ね、はい、そうですね。おっと、来た、得チャンス、ナイス。やばい、赤字や、赤字、赤字、セイ、オーケー、1個取りました、ありがとうございます。トミー、さあ、しかもあと40回で残ってます。まあ、僕先それなりにパワー発揮してるんで大丈夫です、はいはいはい。最近の動画でもオズ打ってた動画僕見ましたけど、はい、あ、見ました、はい、ずっと入り口の方から負けてるって言ってました、ね、そうですね、はい、引きを取り戻すかなんか言ってました、ね、そうですね、そう、初めて意味総霊打ったのがキコノさんでしたね、そういえば。聞こうな、一応か、一応か、一応かですよね、そうです、はい、そうですね、エビバでピピピです、そうそう、はい、やりましたね、はい、ノーピピピや言うてました。あの時そうだ、負けたんだ、負けました、そういえば負けてましたね、はい、ただあれでね、はい、P ワールドを席巻して、あ、来た、来た、来た、やばいやばいやばい、今緑でしたね。いや、私も、はい、残り20回切りますよゼロストック2個目あかん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 、終わるんちゃう、終わるんちゃう、これ最速で、テツさん、テツさん、お家帰る間に合うてます、最短でまっすぐに一直線に終わる。これちょっと7あたりがあるんで、はい、ひょっとしたら150回いっちゃうかっていう、 あれ、これもしこれでなかったらほんま最大のポンコツですよまさかの右抜けるっていう、あれ、赤煽り来てる、おー来た、3つ目です。
おプレ、プレミア、プレミア。プレミアっすね。プレミア演出。これは私もう一回やり直しですかね。やり直しだ、それ。やり直します。はい、じゃあ僕は3ストックでしたね。すごい。さあ、ここからあとはその3スルーで終わらせないことですね。そうですね、はい。さあ、まず1個目いきましょう。あ、トミーはあれですね、プレミア演出で最初からなんですよ。ちょっともう一回、はい、プレミアリセット演出。あ、かわいい、かわいいですね。ここ見ない派ですね。あ、なるほど、はい、見ない派ですね。なんかないかな。じゃあ僕はあの行きの新幹線のあのチケットっていうかのそれあれで、やっぱなんか楽しみ方がやってる人ですね。さすがっすね、楽しみ方が。ここ見ない。いや、僕もちょっと見ない。バッケン、オッケー。なんでバッテン。なんでセシールや。使い方おかしい。あ、それホールでおったら声かけさせてもらうやつ。磯丸君とは仲いいんです。あ、全然合ってないです。全然合わないです。接点がないですね。前に一度現場に遊びに来てくれて、その時にちょっとお話した。あとその、あのイベントとかでお会いしたことがあるんですけど。嫌いなんです。いや、全然嫌いですよ。ちゃんとあの本人に謝りましたから。あのいじったすいませんっつって、ハゲ上がり。それもあのパクってすいませんって。なんかやっぱりでも、はい、さすがにこいつ嫌いだみたいなない。僕あの業界で嫌いな人一人もいないです。なんかデスさん丸くなりましたね。いや、僕元から丸いですよ。フレッシュなだけなんで。ただもうそれが僕本出版してバレちゃったんで、もう別にもう昔みたいなキャラ作る人ないなって。まあそうですね、あれだいぶ書いてはりますもんね。そうですね、ネタバレしちゃったからもういいやっていう。ちゃんと書いて終わりにした。書いて終わりにしました。はい、第1章は完してるんで。はい、あれ？いやいやいや。よし。割れました。よしよし。1個目ちょっと弱かったな。1回取れたんですけどね。鉄の10回回っては私が頑張って見せます。でもあれなんですね。やっぱり顔白く塗る人は、はい、たまにはとこう塗らなくて出るんですね。あ、はい。あ、僕ですか？はい。最近徐々に、はい、あのメイク卒業しようかなって思ってて。寺島さんもたまにね。あ、そうですね、撮ってますやん。やっぱりその外出歩けなかったりとか。いや、あのなんか何でしたっけ、寺島さんがテレビ出てたじゃないですか。はいはい、あの愛席食堂でしたっけ。あ、出てましたね、はい、あれ哲さんもいよいよあるんじゃないですか。いや、地上波。いや、男子は多分ないんじゃないですか。あれもしあれ出てほしいですね。あれ出るとやっぱおいしい、なんかいいみたいな。おいしいって今言いましたね。今おいしいって言いました。やっぱあれおいしいです、おいしい。やっぱテレビってやっぱなんだかんだ強いんで、まだ。ね、ですよね。テレビチャリーってお金の音しました、ね。いや、あの頭の中でそろばん弾くんで。一回やると、まあ、チャンネル登録何人増えるだろうみたいなって。今までにない。そう、あれはでもでかいですよね。1000人ぐらい入ってくるんだみたいな。なんか YouTuber で参考にしてる方とかいるんですか。いやー、でも広いですね、本当に。全く別ジャンルで言うと誰ですか。そうですね、でもやっぱ今誰だろう。やっぱりその喋り方とかその辺のやっぱ参考になるのは中田のあっちゃんとか参考にしてますし、でレペゼンさんとかも見てますし、で当然柴田さんとかも見てますし、まあ、あらゆるその有名どころの方を見てますね。僕終わりそうなんですけど。あ、ナイス。今何発ぐらいですか。まだ、うわーマジで、うわ、いや、まだ1回の部位につき、10ラウンドは1回ずつしか取れてないですね。お、これがラストですね。これラストっす、ラスト部位ですね。ああ、まずいな。私がもう一回一発告知でいきます。はい、あ、レイボレイボレイボ。これいろんな下があるんで、はい、これを見つけていきたいですね。テスは昔引きお化けって言われてましたからね、最初の方ですね、はいはい、でも本当にあれがあったおかげで今があるので、最初に引き強をくれて神様ありがとうって感じですよね。トミー、今日はもうやっぱりメンズを前にしたらいじりに行かないんだよ。そうっすね、はい、ちょっとリスペクトが勝ってしまって、なんかちょっともうパイセン感があってしまって、はい、どうしてもパイセン感っていいっすね。パイセン感、まあ、パイセンはパイセンですけど、パイセンに立てついてきた人生なんで。まあ、天の声はね。
僕はしっかり巻かれていきますからこの前は紐や言うててパイセンには巻かれて女にはしっかり引っ張っても養ってもらって男には引っ張ってもらって全部やる立ち回りの人生でしたよ、おい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 素晴らしいなんと蝶々が でそこに1個放り込んで声が上がって素晴らしいおいこれ結構完全に心地いいっすよね気持ちいいっす気持ちいいっすね右打ちですよって言ってくれるんでもしああいうことがあっても、はい、優しくね漏れなく打ってほしい優しく言うてもらえる優しく言ってくれる僕はこの最後の V をどんだけループさせるかにかかってるんで今のところループ弱いですよね僕ああそうですね、はい僕そのなんかこのなんていうんですかね伝わりおっまたダメだおっ話しちゃダメって話しちゃダメって話しちゃダメってダメですはい右押しは話しちゃダメですよしまあ、いつもこの動画撮ってるときはあの本社の中の人来てるんですけど、はい、めっちゃ怒ってくるめっちゃ怒ってくるんですよ手離したらものすごい怒りますからねそうこの台はねストップ中タイム中は話しちゃダメなんです絶対にそうすいません嬉しさのあまり見えますよねあ素晴らしいあこの最後のやつループ取れてるなえでもそれ V 何個目ですか2個目今2個です V2 個まあただ続かないからねそうですね何とも言えないですからまあ、おっしゃ3つ目マジでほらちょっとやばいなさっきの感じでそれを重ねて負けるなあ赤いまあでもさっきのスーパーリセットタイムがあったんでちょっとあ素晴らしいあんなプレミアエースあると思わなかったですね追い込まれたら発動するプレミアってマージャンとかではいバシャン引っ込んでくださいバシャンそれかファミコンで対決してて、うん、ちょっとレッスンの時足でちょっとピッてこうバグらせるやつそう年代が一緒やからこれファミコンねまたおっさんが集まるとさでは私もちょっと頑張って隠しながらやるんだ、ね、見えないようにしながらやりたいセシールがドキドキさせますね、余計に。あ、弱い。あ、ちょ、ありがとう、ありがとう。さあ、僕はちょっと追い込まれてるかな。言っても、僕1万4000発出てるんですよね。いや、ちょっと早いですね。これ結構スピードありますね。スピードありますね。めっちゃある、めっちゃある。三協の営業マンに今日天の声はスピードあろう15回言うてくれってあと何回ですかあと14回でも早い確かにこれラストっすね赤文字赤文字じゃない7月柄だったんでこれ10ラウンド確変ですね、はい、ラストうわーやばい終わったよし終わりました11連ですね14362ありがとうです、はい、14362ありがとうよし、はい、いけるいやまだアンコールタイムありますからあー残念でございました14362ありがとう、はい、11公演です記録はこれでストップでございますあとはだからトミーさんがどこにどうかですね私がそれを超えていけるかどうか、はい今何発ですか？あまだ3です。はい、4000発ですね。もうすぐ。まあ、ここでね追いつくスピード感もまた体感してみましょう。ですね。そうですね。チオンサさん、チオンサそんなの？いや何何それ何？セシールセシールの宣伝。セシールの CM ですね。宣伝って。私今1個紹介して、2つ目の V ストック。でこのあとの2個の V が腐ってくれれば僕の勝ちですね。そうですね。なんなん今なんだ。ああいった。今のはありがとう召喚ですよね。そうです。ありがとう召喚。これ続かれるとやばいな。そうですね。面白さ的にはこれ割れる。おっしゃ。で次ラスト。いよいよ分からなくなってきました。盛り上げていくね。でもこの時点で、まあ満発ですね。まあここで一回当たって、だからあと2回取られたらやばいですね。そうですね。
いやすごい、勝負になってきましたよ、これこれ一発で転落してくれればいいですけどねまあ一応あれですか、数字越します、いや、3ラウンドだから多分ギリ1万4000、うんうん、じゃあ一応こういうまで打ちましょうか、こういうのかな、これが10ラウンドだったら分かんないですね、もう分かんないですね、いよいよ分かんない、いや、超えないな、これで落ちれば勝ちですよ、そうですね、うわー、ヒリヒリするなこれ、あかん、しかも弱いですね、ここであかん、頼む、あ、弱いわ、どうなる、あー、まさかの終わった、あ、終わったわ、うわー、うわー、テツさんの勝ち、まあ、でも一応、まあまあまあ、アンコール10回、アンコール10回あるんで、おーい、ドン、嘘でしょ、さすがにないか、ドン、すいません、はい、ありがとうございました、テツさんの顔で三強で猪木なんでやねん、はい、お疲れ様でした、お疲れ様でした、ありがとうございました、はい、見事にね、え、あなた負けました、いや、接戦でしたけどね、今日久しぶりですね、負けたもんね、ですね、ちょっと今日も全然良いかなと思ってたんですけど、やっぱりなんかまあまあまあ、でもいい勝負だったんで、まあ、その顔してると引き弱くなるんですけど、じゃあこれじゃなかったら勝ってたかもしれない、そうですね、でも2人ともめちゃくちゃ出ましたもんね、いや全然、まあ、30分強でサプライズリセットはありましたけど、そうです若干それに助けられた感もありましたけど、うん、サプライズリセットのところは P ですけどね、はい、確かに、ね、はい、はい、だから本当にありがとうございました、ありがとうございました、はい、まあ、いろいろね、これからの我々の活動にもプラスになることいっぱい聞けたんで、そうですね、はい、もうちょっとね、勝てにしていきたいと思います、あのぐちゃぐちゃにしたかったんですけど、ですね、なかなかやっぱりいやいや紳士ですし、そうなんです、だからちょっと剥がすのもどうなんかな、掘り掘っていくのもどうなんかな、まあでも本当にあの最大限こやつの魅力は結構伝えられたのかなと思いますね、引き出せたんじゃないか、そっちの方では掘れたんじゃないかな、うん、それは本当にやっぱりテツさん来ていただいて、いや本当に、はい、うまいこと引き出していただいた三強さんには褒めてもらえるです ね、はい、ね、はい、まだこの後も私褒めてもらえる要素いっぱい持ってるので、ね、あとは僕は、はい、三強さんからお仕事いただければ、はい、本当にもうこれ以上ない、はい、来てよかったなと思いますね、ぜひ三強さんのあのよろしくお願いします、はい、三強さんのツイッター探して一リツイートしないあの一案件一リツイート一案件で、はい、ありがとうございます、はい、あの面白かったです、ありがとうございました、本当にそれではまあちょっと恒例になって、はい、あのーはい、これの時からじゃあ、はい、お絵かき対決ですね、はい、お絵かき対決を、はい、一応僕判定しますからね、はい、今回ね、はいはい、どっちが勝ちか、まあ、これだけはちょっとYouTube の再生回数でも、さっきの出玉勝負でもそ勝てるわけないんですけど、はい、ここだけではちょっと勝っておきたいと思います、はい、審査基準は、はい、天の声の判定ですか、そうですね、もう僕の独断と偏見です、わ、はい、かりました、面白かった勝つ時もあれば、了解です、ほんまに映画うまかった勝つ時もある、そうですね、はい、どっちからいきます、テーマがアイドル、アイドルとは、なるほど、アイドルマスターに、はい、ちなみにやらせていただきました、はい、では一応テツさんから、そうですね、最初いつもゲストの方からやります、はい、僕からでいいですか、はい、はい、アイドルとは、アイドルとは、僕にとってのアイドルとは、はい、ローラースケートですねこれ世代的におじさんおばさんしかわからないですけど、僕にとってのやっぱりちっちゃい頃からのアイドルはやっぱりローラースケートですね、これは動かないですね、かわいい、そうですね、ちっちゃい頃に僕ローラースケートが欲しくて欲しくて、わ、はい、かります、わかります、ね、テレビ見てて、ね、なんだろう、近所のお兄さんがくれるよって言うから、はい、マジでって言ってお母さんが持ってきてくれたのがスケボーだったってローラースケートじゃなかった、私のアイドルとはですね、はい、とは、私のアイドルとは、あ、うまい、ムムちゃん、すり寄った、あ、すり寄りましたね、はい、うん、だいぶすり寄りましたね、三京さん、うん、すり寄ったよ、これはアイドルとは、私もムムちゃんしかないです、はい、はい、うまいですね、本当に、まあ、ありがとうございます、これはあの短時間ですぐかけるところはね、そうですね、ちょっと本気だそうなんで、はいはい、これぐらいいけるぞっていうぐらいはちょっと見せようかな、わかりました、はい、じゃあジャッジします、はい、はい、本日の追いかけ対決、はい、勝者はテツさん、あーだってそれすり寄りすぎっすもん、そうさすが僕もそこまでそれすり寄らないですよ、うん、全然面白くないし顔面負けしてるしありがとうございます、何も勝てなかったということです、あなた今日完敗です、そうですね、はい、いや、行きますよ、もうマジでこれ笑い取りに行きますよ、はいはい、ええですか、はいはい、テツさんにええとこ見せますよ
10回まで伝承、はい、いきますよ遅っもうやっぱもうすぐもうトミもレベル40ちょっと動きがもう、ま、もうやばいですよ今のなんか4回いやもう6いやいやいや絶対そのもっといってる、はいはい、じゃあ5回にしようましょうか5回やでまだあと5回これでも、ね、結構効くんですよねあ結構やばいですねこれマジでそうなん想像以上に来るんですよこれ、やっぱ年齢によって多分三半規管も弱ってくるんで僕ね、うん、そうですねはいはいはいこれ7回まあまあやばいです僕ももうあと頑張れあと3回さあ問題はここからどうオチをつけるか逆回りした逆回りしたはいじゃあ今5回ぐらい戻っていったんで、あうわラスト1回頑張ろうからのからのもうええよからの目が目が目がお疲れ様でしたズル向けでーすズル向けこれは言ったでしょこれ言ったでしょラピューターの娘同情票でチャンネル登録をぜひね、キコーナチャンネルさんの、トミーさんすごい頑張ったんですよ、今。なのでぜひね、これご覧の方はチャンネル登録お願いします。はい。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。